2014年世界柔道選手権大会2014年世界柔道選手権大会は2014年8月25日から31日にロシアチェリャビンスクのトラクトールアリーナで開催された柔道の世界選手権無差別を除いた男女7階級の個人戦と男女の団体戦が実施されたロシアで世界柔道選手権が開催されるのは2011年の 第30回大会以来3年ぶり3度目となる。当初はモスクワで開催される予定だったが、2012年12月にチェリャビンスクに変更された。2014年1月のコンチネンタルオープンからリオデジャネイロオリンピックが開催される2016年まで国際大会において新たな IF 試合審判規定が導入されることになった。なお、この試合審判規定は、 以下のような特徴を有する。指導を選手に与える場合はその場で与えるようにして、従来のように選手が開始戦に戻らずに済ませることになった。ただし、場外指導を与える場合や、4回目の指導で試合終了となる場合は選手を開始戦に戻らせる。また、組み合う柔道が奨励されるため、次のような場合は罰則が与えられる。投げる意思のない技を繰り出す。 組んでない状態、もしくは、技を繰り出してもすかさず手を離す。相手のバランスを崩さず、一つないしは連続で技を繰り出す。相手の攻撃を防ぐため、相手の足の間に自分の足を入れる。相手に押されて場外に出た場合は相手に指導が与えられる。また、場内から技を繰り出して場外に出た場合は、指導を与えない。寝技に関して、 投げ技が場外で決まり、すかさず抑え込み、関節技、締め技のいずれかを繰り出した場合はその効力が認められる。関節技と締め技が場内で始まった場合は、場外に出てもその効果が認められる場合は、継続されることになる。帯の端や上着の裾を相手のどの部分にも巻きつけること。柔道位の上着の裾または帯を使って、あるいは直接指で締め技を施すこと。 2014年の世界選手権からはメダリストの他にそのコーチにも賞金が支給されることになった。そのためメダリストの賞金は従来より2割減となった。今大会のマスコットはジョリクという名の虎に決まった。2012年にチェリアビンスクで開催されたヨーロッパ選手権でもこの虎がマスコットに選ばれていたが、今回はその時よりも表金で若々しく愛嬌のある。 顔つきに改変された。この虎のモデルは実際に存在する。2009年にチェリャビンスクの住民が施設の動物園で弱り切っていた虎の赤ちゃんを買い取り、介護した。その後、大統領のウラジーミル・プーチンの取りなしでシベリアにある虎のリハビリ施設に移送されてそこで育てられることになった。今大会最終日の8月31日に開催された 世界団体では地元ロシアの大統領であるウラジーミル・プーチンが大会会場を訪れた。女子の3位決定戦の途中から姿を現して、男子決勝の日本対ロシア戦で、ロシアが先に2勝を挙げながら、その後3連敗を喫して、準優勝に終わることになった試合を観戦した。今大会はフジテレビ系列で放送された。解説を穴井隆史賞、上野順衛。 杉本美香、メインキャスターに、宮沢聡、実況を森昌一郎、竹下洋平、鈴木義彦、リポーターを346が担当した。この大会では全日本柔道連盟が、男子 100kg 級は、世界選手権に出ても、いい結果は得られないという異例の決断から、オリンピックを含めた、世界大会において、史上初めて代表を派遣しないことに決めた。 ありがとうございます。